俺はやっと灰色の陰影だけで来てきた。そこの天井は寝ろう高うて全体その天井や壁が灰色の陰影だけでできてるんか。冷たい漆喰だけで固められてるのか分からへんかった。そうや、この大きい部屋にダルゲがおるんや。冷たい漆喰で固められた。そう、俺は大きい扉半分開いとった。そこをスルリと入っていった。部屋の中はガラーンとして冷たくて、背の低いダルゲが手を額にかざして、そこの大きい窓から西の空をじっと眺めとった。窓の向こうにはくしゃくしゃに縮れた雲が痛々しそうに白を光っとった。ほんでじっと動けんかった。窓の向こうにはくしゃくしゃに縮れた雲が爪と光ってた。ダルゲがにわかに冷たい透き通った声で凧を歌い出した。西空の縮れ羊から俺の数形は照り返され、窓の日を追い天の海と窓の日を追い、俺の数形は照り返され、俺は空の向こうにある氷河の棒を持っとった。ダルゲはまたじっと額に手をかざしたまんま動けへんかった。俺はこらえかねてそっちへ一足進んで叫んだ。アクア系の左官の下総理の中でダルゲは冷ややかに
振り向いて